じゃーん。はい、まあ一応ね、チャンネル解説してから、違う、最初の動画、一本目上げてから、1年と10日経った。はい、10日経ちました。なので、なんか記念動画みたいなの撮ろうかなと思ったんです。まあね、1年続けたのはね、誰のおかげかっていうと、これ、ま、皆さんのおかげですっていうよりもね、まあ、どっちかっていうと家族のおかげの方が多いかな。まあ皆さんのコメントも温かくて、すごい今どんどん動画上げていこうと思いながら全然動画上げてないんですけども、まあ、どんどん上げていこうよ母さんって感じになってるんで、まあやる気がどんどん出てきてるのはいいことなんですけど、まあまあ1周年ということでね、まあ本当にここ数ヶ月、ここ1ヶ月、ここ数週間でまあファンになってくれた人がすごいよね。汚い。ここ1ヶ月でね。いやもうこの服汚ねえな、なんか変な。さつまいもに近いクソみたいな色してるわ。着替えよ、これマジで。汚いからな。これ昨日野菜ジュース拭いたんだよ、ここ。口の周りについてて。そしたらなんか貫通してんだ、色が。野菜ジュースなんかもうさつまいもジュースみたいな色だ。ということでね。まあ。まあ特にまあこれからはね、あと4年以内にはバズるっしょ。あと4年以内にはさ、チャンネル登録者100万人いってっと思っかさ、いや、4年以内に俺のチャンネル登録者は2000万人くらいいってんじゃねえのということでさ、みんなさ、ありがとうさ、ねさ、ワンさん。よし。まあね。まあそんなことよりね、僕ね、手帳好きなんですけどね、手帳使わないんですよ。まあで、俺、マザー2が特に好きなんですよね。で、マザー2のカバーをね、まあ、去年買ったんですよ。でから、すごいね、今のこの、流れるように下に落とすやり方みたいな。ね、格好つけんな、そこ。ほぼ日のね、名前書いてないよね。あ、ちょっと嬉しい。まず、ほぼ日の手帳がすごい使い心地いいなと思ってる。使ってないんですけども、めっちゃ使い心地いいなって思って、今年も買おうかなって思って、アマゾン見たら3000円すんだよなあ。高っ。でもね、欲しいけどさ、まあ、今年俺すごい忙しくなると思うんだ。うん。まあ、その確固たる理由もあるけど、俺の勘も2つで、手帳欲しいなって思って、買わないんですけどね。なんで買って、俺手帳ね、もう2年、3年くらいで買ってるんですよ。文房具好きなんで、やっぱ手帳もその、文房具って、文豪と文房具が合体した。ああ、俺文豪だけど一応文房具も好きみたいなね。文豪なら文房具好きだよな、みたいな。なんだ文豪具って。文豪が愛してやまない文房具集めました。みたいな感じの文豪具っていうね。あ、いい言葉作ったじゃん、文豪具。文豪が使いたいと思う文房具、略して文豪具。これ絶対今年来るぞ。今年来るぞ。あ、もう来てんじゃねえぞ。俺がしたか、ああということでね。俺が先って言うと、レディオタックさんみたいな感じになっちゃうんで、やめとくわ。まあ、まあ、これ、良くないだって、これさ、俺の顔と比べて、ご覧なさいよ、ほら。まあ、俺の顔の方がでかいわけですけど、まあ、すごいな、なんかさ、こうじゃないんだよね、俺の顔。こうなんで、ちょっと斜めってんだよ。まあ、また面積を広くさせるよな。で、そう、ほっとい、広いよって。もう溢れ出る 2D のところの 3D 感だからな。溢れ出る 3D 感だから。真正面にやって普通 2D なはずね。溢れ出るこの厚み。坊や、いい子にしないよって。これ違います。このね、二重顎が喋ってるってことを言おうと思ったら、こういう変ななんか、ここら辺がなんかかゆいおばさんが、坊や、いい子にしないって癖の強い、なんかおば様が注意喚起をしてくれてるものまでしてしまいましたけども。ね。スティッチになるな。なあ。しょうもない。私可愛いって思ってるやつがよくやるスティッチのモノマネすな。なあ。モノマネするときに、ちょっと顔がいいやつが、スティッチみたいな感じで言いやがって言うってことでね。今回もね、狂気サークル、狂人サークルに入ってるんで僕ね。よし。よし。あやたかで乾杯。あ、
あの今のあって音はなんかね、まあここにね目覚まし時計のねなんか鐘のリンリンの部分があるんですけど、リンリンのリンの部分なのか、んの部分なのか、リの部分なのか、リリの部分なのか、んの部分なのか、そこは僕には分からないですけども、多分僕はリンリンのリンだと思います。でもリンリンの鳴らす道具があの中に入っているのだけでって、僕はこれがリンリンのリンだと思います。でもリンっていう成分ではないと思うんです。リンという部分だと思うんです。よろしいでしょうか。はい、え、今日絶好調だな、絶好調だぜということでね、あの僕のね敬愛してやまない泥棒さんのね絶好調だぜっていうね、あ違う、これ今の全然違う言い方があるの、絶好調だぜって言ってね、いう決め台詞をね、いやーってなんか世紀末の雑魚で一番最初にやられてる、もしくはもうやられてるやつのセリフでね、絶好調だぜ、お前魔王死んでいる、お前は魔王死んでいるって、お前魔王死んでいる、アジャポーニャルル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 ね、あんまりね、あと首を見せない理由っていうのは単純に首汚ねえし、まずね首見せたくても見せれねえからな、太ってるからよ、かでかっ、これやばくねえもん、ちょっと笑いそうになった、何してんだろう俺って、もう言うのね、まあ、ほぼ日のね手帳いいな、なあ俺も人気になったらまずなんかほぼ日の手帳くれって言うわ、そのお金持ってるファンに、ほぼ日の手帳くれって、欲しいものリストいっぱいないな、そんなねえわ、めちゃくちゃ高音質で耳にフィットして耳が痛くならない、3年つけ続けたってあれつけてたのって思うような最高級最高品質のイヤホンくれるならいいけど、そんなイヤホンくれたってさ、ええどうしたんですかって、病院行きますかって言っちゃうよね、おかしいじゃんこんな、なんかもうザ無駄ザ何も生産性のないやつみたいなさ、やつがそんなんもらっちゃってさって言ってね、もうなんか欲しいアピがすごいな、すごいなあ、ほっ、あ痛い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 、暴れすぎて、あやばい、手首の骨らへんが痛くなった、あれね、あのちょっとね暴れすぎると狂いすぎると痛くなるんすわ、ここが痛いよお母ちゃん、痛いよ、うわー、これね画面では伝わらないけどこうやって揺れてるんですよ顔のブーって、でもねやっぱ振動が早すぎてみんなこれね首これやると首の後ろが痛くなる、で首カタカタしなきゃダメということで、もう疲れたんでやめるわ、かかとここの寒暖差がすごい、鼻息の暑さと綾鷹の氷の冷たさが交わって、これ水蒸気爆発やということで、ありがとうございました。あー疲れた、あまデータ入ってるかな、データ入ってるね、よし、あー疲れた、まあということでね、そのいつものなんかあれ日常生活始まっちゃったっていうオチのやり方でしたって言って終わるわけじゃないです、やっぱそのねマザー2なんで好きかって、まずはじめ社長がマザー2あったあったって言ってきたんで、まあ俺に直接言ってきたわけじゃないですよ、もうマザー2は本当に良くてねって言って動画で、そんなね直接言われるわけないじゃないか、まあ、これから言われるようになるんですけどね、僕有名だって言ってね、自意識過剰の塊か、お、グッジョブ、今ね歌にハマったからよかった、見た気取られる、ニャニャキンエンジャニンエイ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 、なんだそれは、なんでそれ面白すぎ、ああなん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 、これね後藤輝樹さんがやってる、まあ例のあれですよね、ここもうダークサイド入ってるよ、おーダークサイド入って、ああ入んなかったよ、あもうダークサイド、これダークサイド、ダークサイドニコー、はあ、何やってんだろうね、なんでここ空いてるんですかって、いや単純にそのここにね、俺いつもね、この部屋おかしいんですよ。ベッドの上に机とか置いて、俺の牙城をね、気づいてるんですよ。で、気づいてると、ここに枕があるんだ。
それで枕があるんだはってやると、ここにね、ここら辺にさ、俺の足があるんだは、すると枕に乗るんだはで、まあ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 、ここまで俺が行けるんだ。まあ、行けなくもないよ、こっちも。でも、だからその、なんだろうな、人道的とか道徳的に考えると、ここまで行けるんだは。で、ここまで行くと、枕にな、体のな、6分の5が乗るんだは。な、なんか違和感あるんだは。だから、ここ、こう、だからぶっちゃけこれなんですよ。俺の一番安いのはこれなんですね。で、もっとこっち行きたいときどうするのってね、枕こうやって立てるんですよ、こうやって。枕立てるんですよ。で、この枕もいい枕なんですけどね、全然首に合わない。ね、だから皆さんね、オーダーメイドっていう言葉に、俺がね、そのなんだろうな、もう4回分くらいの誕生日使って、このオーダーメイド枕っていうのを使ったんですよ。うん。で、誕生日プレゼントもらったことないんですよ。もう最近、そう、ここ最近とか、クリスマスプレゼント、お誕生日、クリスマスお誕生日、お誕生日、お誕生日みたいな。なんかその、お誕生日、クリスマスみたいな。2年分のお誕生日でクリスマスプレゼントをなくして、この枕買ったんだけど、めっちゃ首に合わねえんだ。だからみんなね、オーダーメイドなんかに、ね、踊らされんなよ。いいもんはいいんだよ。俺たちなんか一般人なんだから、こんなね、合うのなんて探しあんだよ。なあ、1500円の枕20個試せばいいんだよ。そしたら10、なんかもう、多分絶対自分に一番フィットした永遠使えるの、それずっと変えていけばいいんだよ。そんなね、高いのなんか買わなくていいんだよ。バカだから、こんな。オーダーメイド買っちゃダメだよ、みんな。なんかね、違うんすよ。やっぱね、オーダーメイドが悪いんじゃなくて、俺が成長していくんですよ。だから、もしね、YouTuber でオーダーメイド、まあ、ちょっと金持ちの息子、確かにオーダーメイドいいかもしれない。まあ、俺金持ちじゃないんだよ。誕生日4回使っていくからな。うん、誕生日とクリスマスプレゼントの合計4回分くらいの使ってやっと買ってもらった枕。やっぱその、寝具、人生の3分の2か3分の1だっけ？人生の3分の1はね、ベッドで過ごすんですよ。まあ、布団でもいいだろうし、まあね、まあ、そういうね、寝るというものがあって。寒いし、それには欠かせないだろ、枕が。でもやっぱ寝るのにはマットレスも重要だけど、マット自体も重要だけど、やっぱりその枕がすごいね、重要だと。まず呼吸にもつながってくるしとか言うので、枕買ったわけだよな。でもね、だから、あ、もう私成長しないな、人間的に成長しても、その物理的な外見の成長はしないなって思う人がいるんだったら、オーダーメイド枕多分買っていいと思いますよ。はい。まあ、そしたらね、生意気なガキが、オーダーメイドとは、お前の口でシャシャんなみたいな感じで言ってくる。ね、クソじじいがいたとしたら、シャッ！めっちゃ怒ってる。ファンのみんな、そう思ってないみんなも、なぜか怒られてる状況。ここに爆弾降臨、じゃ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 ー。疲れた。ちょっと疲れすぎた。あやたか飲むわ。で、ちょっとね、ごめん。今日ね、元気があり余りすぎてね。映えのする入れ方をしようと思ってもできない男。こうやってあるじゃん。こうやってこう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 みたいな、こう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 みたいなさ、あれやろうと思ってけど、俺いつもそのね、台所だってできるんですよ。まあ水どころなんでね、台所イコール水どころなんで、まあ水がちゃ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 って言ってね、ついたって、まあまあシャーなしじゃないですか。やっぱ水どころなんで、水がちゃ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 ってついたらシャーなしなんですよ。シャーなしだったらこうやってダイナミックに当たっていいんちゃいますかって感じでやったらね、まあいつもね水こぼすんですけども、悪いか。疲れた。なんか今日怒りすぎじゃない？そうだな。まあ、ほぼ日の手帳かっこいいけど使わないんだ。俺ちょっとなんか予定書いてるから、多分絶対さっきペラペラやってる時に俺ね、多分ね、1月最初ね、予定書いたの。1月ですら予定を書いていない。あ、書いてあった。2016年12月、やりたくない勉強をするって。まあ、してないんですけど、すごいな。やりたくない勉強をするって。この頃から頭おかしかった。すごいね。本読む。0時に起きる。勉強する。まあ、この頃もまだ勉強にすがってたんでね。勉強、配信。あ、そうだ、動画投稿ね。俺なんだっけね、引きこもったの2016年の9月からだよな、多分。うん、そうだそうだ。結構2016年から俺引きこもってんだな、家に。へえ、感慨深くはねえわ、引きこもりに。引きこもりに感慨は深くはねえだ。ねえだねえだねえだようだようだようだねえしなちなちなちうるさんとおまあとばあつくねえつくみつくまつぷるなぶつみ。
まあ手帳っていいよな。俺手帳ね、何個持ってたんだっけな。そのなんだろう、長期的に使える手帳がこれともう一個あるんですよ。まあそこら辺かそこら辺にあるんですけどね。そこら辺かそこら辺かっていう、そこら辺かそっち側にあるんですよねって言われたらみんなわかんない。多分こちら辺にあるんですけどね。こちら辺よりもね、ここ、まあ、で皆さんには見えないですけど、ここにマリオいるじゃない。トゥル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 
テルテツクチュツクトゥーンにあたりにあるんですけど、テルテテテルテっていうのは何でかっていうと、これはスーパーマリオ64の時にね、スターを取った時の音なんですよ。まあ、ボスのスタートとかそういうのは例外なんですけど、スターを取った時にそういう音が流れる、そういう音が流れる、それ、すなわち、ね、ちょっとした簡易的なゴールである。簡易的なゴール曰く、私たちの今の旅は、物を探すということ、物を探すイコール、物が見つかるということがゴールである。中間地点という名のゴールである。ということで、そのゴールが流れるということがゴールで、なんでゴールの音が鳴るということで、この後、残念、告。マジで今日、饒舌だわ。でもね、お茶飲んじゃダメらしいんですよね。あのなんかね、ちょろっと見たんですよ、そのテレビの無断転載の動画でね、無断転載の見て、わあ、こう、まあ、しこっていいじゃないけど、これ汚いな。おっしゃいったーさあということで、まあ今日はテンションが高いということでね、うん、まあね、まあそういうことなんですよ。なんだっけ、何本で、何本で満足、3000本、何本、あ、ちょっとすいません。なんだっけな、あ、まあ、野沢雅子さんが言ってたんですけど、まあ野沢、まあ、テレビの無断転載とかでね、まあ、野沢雅子さんが言ってて、その、いや、その生産とか気をつけてることは何ですかって、うん、ウーロン茶飲まないことですねって言ってたんですよ。ウーロン茶飲むと、なんか喉の油が取れちゃうんですね。やっぱりその脂肪に効く、まあ、内脂肪にも効くんで、やっぱ喉についてる油さえも立てしまうという恐ろしい飲み物でございます。ビザンス帝国ということで、今日はここら辺にさせていただきましょう。やっぱ17分も見ていてくださりありがとうございます。ありがとうございました。終わった。あ、喉が。喉が痛い。ね、まあまだ動画終わってないですよね。まあ動画終わったふりをするっていうのがね、まああとこのくだり5回くらいやるんですけど、まあまあそろそろやめようかな。でもほぼひいいよな。やっぱ俺マザー2好きだけど、ドゥンリンリンリンドゥーバラバラバラッパドゥンブンブンバラバラバラッパバラバンブンバラバラバラッパ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 バラバラバラパラパプルパプ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 パラパプルパプ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 枯れた疲れた疲れた枯れた疲れた疲れた疲れた枯れた枯れた疲れた疲れた疲れた枯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 れたということでね、鼻水が疲れた枯れた枯れた枯れた疲れたカルチャーカルチャーサブカルチャーサブカルクソ女サブカルをしてる人が悪いわけじゃないです。なんかポプテピピックで言ってるじゃないですか。サブカル女を殺しに行くぞみたいな。そういうノリでちょっと言ってね。それで、私サブカル女なんですけど、サブカル女僕にしないでくださいって言うじゃないですか。まあ、それでネタやユーモアを持て少年少女よユーモアを持てということで、俺の、名言言っとくか、少年少女よ、ユーモアを持てということでさ、まあ、今、人類にいる人たち、僕よりも年下なんださ、ということで、皆さん次回の動画で会いたいんだかな?ダンドルンゲロンガランマラー。鼻水がすごいな。ニンニク鼻のくせに鼻水が飛ぶ。あ、首が、あ、やばい、ちょっと。よし。何かやりながら何かをやるっていうのはね、それはハイリスクハイリターンなんでね、いやハイリスクローリターンなんで、皆さんもやめましょう。鼻くそをほじることはね、ローリスクハイリターンなんでね、うん、ということで皆さんもね、
さあ頑張ろう。なんかさ、スメ払ってムカつくね。この音がムカつくって外人が言うんでしょ、キモ。みんなキモって思わない？何それって。なんか日本の文化じゃん、ラーメンする。まあ日本だけじゃないと思うけど、文化否定してくんじゃんあいつら、ムカつかない？なんであいつらって思わねえ。ちっしょ、日本だったら何言うとっていいんかい俺なあ。スメハラとかムカつくよな。じゃあラーメン食うねや、楽しい。それをズズズズって食うのがうまいんじゃ、お前ら羨ましいんじゃろな。ラーメンズズ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 吸えてよな、羨ましいんじゃろ。おめえら吸えねえからな、俺たちズズズズズズズって吸えんだは。わかったか、近いくれ。ということでね、今日の、コーナー、外人に喧嘩を売るパート1でした。ということでね、次回の動画はね、仮想通貨を買う、嘘です。まあ、仮想通貨買いたいですからね、怖いからね。まあゲップが出たんで今日の動画はやめときます。早くねこの T シャツ着替えないと、洗わないと。でもね、口についてた、口周りについてたね野菜ジュースもね、こうやってこうこうこう、ああ野菜ジュースが口の周りについてるぞ、拭かなきゃって、こうやって拭いちゃった。そういう癖や、そういう癖って本当についてるのかなって見たら、めっちゃ野菜ジュース色濃って思って、ね、色濃どれくらい色濃いの、真っ黒黒すけだはー。いやそれ色じゃなくてこういう名詞。ということで次回の動画で会ってくれるかな。死にかけでございます。でででででるでデルンデッ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 、お昼休みはウキウキワッチン、あちこちそっちどっち行ったもー。いやそうある。え、今おエンディングデルーデかと思ったら始まっちゃってって思ったら、そういう終わり方すんの。斬新にも程があると思ったけど、そんな斬新じゃないな。故にあるものを使って斬新に見せかけてるだけだな。かりそめだな、なれそめだな。染め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 髪を染めるやつチャラすぎる、中身で勝負しろよ。前回の動画で、私が、今回の動画で私が髪を染めるやつは中身で勝負しろと言ってしまい、全国の髪を染めてる人にとって、もしくは地毛でね、もう色が染めてそれ染まってるって言わない、その髪を染めてる方にとって本当に申し訳ございません。もう人間ひねりに本当に申し訳ございませんでした。はぁ疲れたということでね、いやもうそろそろやめときますわということで、おいとまさせていただきますということで、次回の動画で会えるかな、うん会うんだよなということで、次回の動画でも高評価、グッドボタンを押すんじゃなくて、なんか高いもんください。ビットコイン1億円分とかね、そういうもんくれたら喜ぶ。グッドコイン、チャンネル登録、グッドコイン、ビットコインとグッド評価があさったグッドコイン、これが新世界の幕開けの仮想通貨だ。信じるか信じないかは私次第でーす。あ、小指の中にゴミが溜まってた。ソラーサーセンスターデススター、オーダーダブルシックス発動。行ってみたいよね。はい、もうさすがに皆さんの時間はね、30分以上25分未満にね。なやそれ、30分以上25分未満って。まあね、25分未満に抑えたいので、まあここら辺で24分で終わらせていただきますということでね。これからね、僕の動画を見てください。0.25 倍速で。ということで、この動画見るときには、現実時間で1時間になっちゃうじゃないかと思って、経過時間も25分なのに、ああ、バラれるバラれる、ラララララララってなってる方もいると思いますけど、あんたまらげのまろめのまのめ。ありがとうございました。頭下げんなよ。もうガチでやめるわ。あーでもやめたくないんで続けようかな。でも続けるというのを口に出したら体が続けたくなくなるな。ちょっと休憩させて、動画内で休憩休憩、一回休憩入れるわ。きつい、ちょっとちょっと待って、股間見えるんだよ。ちょっとズボン履いてくる。あ嘘、ズボン履かない。俺絶対動画でズボン履かないんだ。なんでかってね、だって俺はね、もう1年くらい引きこもってからずっとパンツ姿で来てる。まあパンツはしっかりと変えていますけども、あとね、うちのお父さんが最近エアコン掃除したと思ったらエアコンが壊れてめちゃくちゃうるさいんですよ。どれくらいうるさいか。あの F1 のあれ、ブルーン、あ、違う、それは違うわ。ブルーンみたいな、それくらいうるさいんですよ。
いつも冷房25度にしとくか。そう、こいつひどいんですよ。最初はめちゃくちゃ働いてくれるくせに、あのなんかもうなんかすぐ3秒くらい経ったらこいつ働かなくなるんですよ。働かざる者は食え、どんどん食え、なんやそれ、なんだそれ、うん、ということで、ね、テンションが高めで今言ってるけども、まあ、これはキャラだと思う方もいるでしょう。まあ確かにキャラといえばキャラですよ。なんでか、日常生活の方がもうちょっと頭おかしいです。まあそのね、その外に出てこういうことするかって言うんだったらそれやしませんよ。外でこんなことするわけないでしょ、さすがにね。そういう振りみたいな感じで言うのやめねえな。そんな振り見たことないわ。振りってなんだよ。お前さ、お笑い芸人みたいな感じで振りとか理解してるけど全然理解してないくせにさ、言葉の中身も知らずにさ、外見だけ言ってるバカみたいなんじゃねえの。ごめんなさい、何言ってるか分かんないです。まあとりあえずお前はバカってことでいいな。よくはない、ない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 でもない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 サーセンサーない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 バイク売るならバイクを。鉄の味がする釘と釘を打ちつけた優雅な月より輝け俺の背骨。ちょっと背中が痛いよデブだから皮下脂肪重りになるんだ腰に負担がかかるんだ。チュワワワワワ優雅なあった月より輝け俺の背骨ねねねねねねね優雅な月より。あ、手帳もう一個あったよ。でも見せない。なんでかってすぐバチクソに個人情報入ってる。やっば、動画で見せない。俺のお父さんの名前が書いてあった。確かに皆さんがこういうことを言うとお父さんの名前は何だと言いたいが、それは個人情報だと思う。もしくもね、あなたがお父さん嫌いで僕に、じゃあ僕のお父さんの名前は鈴木日日丸、じゃああなたのお父さんも教えてって言ってくるかもしれない。でもそれでは教えない。なんでか契約はしていないからだよ。ということでね、その10日交換ってなんか錬金術師みたいな、あ、最近ね鋼の錬金術師で見たんですよ。見たらめっちゃ面白くてさ、最近なんかね、そのね、ハマっちゃってさ、まあ、全部見終わったんだけどね、うん、まあ、2日でようやく見終わりました。 Amazon プライムね、あの両親のおかげでね、 Amazon プライム入ってね、もうその、ね、ビデオ見放題。本当親に感謝、感激ゴリラということでね、まあ、お後がよろしくはないですね。皆さん怒らないでください。僕は座布団投げないでください。あげない、やめろやめろっていうことでね、あのガチで薬中だと思ってる方、薬中じゃないです。まあ僕のテーマとしては薬をやってる人がビビるくらいの狂人狂う、それが僕の目標なんですよ。やっぱ薬やってその安易にね、キチガイになろうとしてるやついるじゃないですか。俺が真のマジキチだと、そういうところが僕のテーマでありますので、やっぱその、ね、狂人系 YouTuber としてやっぱスーツくん負けてやられないです。私もね、どんどん狂っていこうと思いますね。はい、あーすごいな、これなんかね、喋るとね、お尻の穴が緩くなるんですよ。なんかね、へかな、クソかな、どっちかな、あ、これクソだ、閉めなきゃって感じになるんですよね、うん、やっぱコックピットはしっかりと、なんやケツにコックピットって、お前コックピット言いたいだけやろってことでね、ここにね、中学生必須15歳までに語彙をあと1000増やす本っていうね、アーバン出版局から出てる本があるんですけど、ここに書いてあるね、語彙力、ここに語彙と呼ばれるものをやったって文で使わねえわ、なんやねん。なんかそんな、ここに書いてる言葉なんてアニメ見たらね、みんな言ってんだよ、多勢に無勢かみたいな感じ。今開いたページにあったんですけど、昨日のハガレンでもそんなこと言ってました。はい、アニメ見ろ、 なんだそれ、な、渡部なんだ、ケン、渡部なんとか、あのネット見ろっていう人みたいなね、まあ、ネット見ろってなんでこの言葉で出たかっていうと、最近 GOGTV さんとかがね、なんかね、
そういう下りをしてたんですよね。そのカジリンさんですでしたけど、なんかカジリンさんがね1年前か2年前かにね、そのギリギリの成人式でなぜかまだ成人していないのにあのお酒を飲むっていうね、未成年飲酒配信を許すなっていうネタにはなってます。そういうところでそういう下りが使われたんで、そのね今のね下りがねバッ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 と出てきたんでございます。やっぱりね背の内を明かしていかないとね、やっぱり皆さんもね、その情報背景というのが分からないので、ね、やっぱり面白く感じないかなと思いまして、今の手の内を見せましたということで、ね、まあ、手の内というよりは僕の脳みその中身なのか、なぜこういうところをね、言った経緯なのかということでもあります。ああ、よし。今、滑舌のトレーニングですからね。ね、早くベラベラ喋る。やばい、さすがに喉痛いわ。もうやめるかな。やめちゃおっかなー。ブーンということでね。ね、5分くらいの間、なんかそこら辺を歩いて喋ってる。ただの変人ですからね。今だって顔映ってないですからね。ドゥーンって言った時にね、はあ、なんで今ため息ついたかって、喉がさすがに痛くなってきた。30分も喋れば、ちょっと今ね布団動かしたのと、あと喉にね水分がなくなってね、口の中がなんかすごい笛木のりみたいな感じでベタベタする。やばい。よし、まあもうやめとくか。まあ、30分も見てる人いないし。疲れたー。ニコ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 っていう時のニコニコニコの音の振動により鼻の粘膜が傷つけられてるよー。ということで、今回もね強靭放送強靭サークル部員、はじま京志郎の強靭動画を見てくれてありがとうございますということでね、もしよければチャンネル登録、チャンネル登録、高評価、グッドボタン、2個、あ、違う、チャンネル登録、高評価、コメント、ツイッターフォロー、拡散、金をくれということで、まあ、やっぱりその人間生きていくにはお金が必要であってね。まあ、お金というよりも、お金の先ですよね。ね。まあ、僕がもしこの、ほぼ日の手帳が欲しいと言ったならお金が必要なんですよ。この、僕と、この本を間に結ぶ関係、お金なんですよね。ここにお金がいるんですよ。ここ、どうなってんねん、どうなってんねん。おー、説明しようと思ったら、おー、くっついちゃった、くっついて、どうなってんねん。なんだその雑な一発ギャグみたいな。怖い怖い、もうそういうなんか素人が奏でる謎のギャグ1ミリも面白くないしな。どうなってんねーって、なんでくっついたのかよくわかんないし、やっぱり面白さっていうのはその、いやもうその面白さ語るのやめ、まあまあまあわけじゃないですか。これ3000円いるよって、高いだろ、なんかこの紙っぺら3000円ってね。まあね、いや、まあ、価値のわからない人に買ってほしくないんでっていうタイプの出版社なんですけど、でもいいよな、このフォルムがもうシンプルじゃん。何も書いてねえよ、俺の名前すら書いてねえ。白飛びしろ、カメラを白飛びしろ。ま、このカメラはね、あんま性能良くないんで、白飛びするのはね、僕が変な暴れてる時だけなんですけどね。髪の毛すごいことになってるな。まあね、その、いつもね、僕のね、皆さん知ってますか？僕の、僕にはね、なんか、9つのね、サブチャンネルがあるんですよ。9つのサブチャンネル、まあ、サブチャンネル、やばいの、サブチャンネルなんてやばいの。今のツバでーす。放送中に唾を見せる男って汚いのー、ガイドランに引っかかるかもしれへんぞー。ゾウさんお鼻が長いのば、他の生物がもっと長く、ゾウが進化して他の生物の鼻を切り落としていって、一番自分が鼻を長いという錯覚生ませるため、相対的に1位になったって絶対的では最下位だ。なんか阿部亮さんが歌いそうなリズムですね。ということでね、今日もねやっぱ34分くらいか、まあもうすぐ35分になるかもしれない。なんで動画やめんの、ここら辺が痛いな、喋りすぎて、さすがにね。ということで、ありがとうございました。あ、まあ、一旦区切ります。もう一本撮りまーす。ということでね。はい。で、もう一本撮りまーすって言って、まあ、動画を、まあ、アップロードして公開した時には順番が変わってるんで、もう一回撮りまーすって言った方が先に公開されてることっていうのはね、あるあるって、ねえよ、そんな。俺しかねえよ。俺しかねえ。俺しかないんだよ。お前ら鼻くそほじってる暇あったら、金くれや。なあ、キモいの。笛木くん、でーでーでってってん。ということで、
ありがとうございました。さすがにね、その35分以上になるとね、アップロード時間が長くてめんどっちいから、ね、どこ見てんのって思ったらね、ここのね、モニターがあるんですよ。さ、モニターどこら辺かっていうと、ね、俺が見てるモニターとみんなの画角を広げると、ここ。ここにね、モニター、パソコンのモニターがあるんですよ。モニターとカメラが一体化になってるんですよ。これ面白いことにね、このパソコンにもね、ウェブカメラがあるんですよ。そのウェブカメラがもう搭載されてるんでね。で、なんでウェブカメラって撮ってるんだって、簡単なんだよ。このパソコン Windows だからさ、そのなんだっけ、まあまあまあ、やり方によっちゃできるかもしれない。あの、AirPod だっけ。AirPod じゃねえ、AirDrop。ね。風生みができるかもしれないね。風落としができるかもしれないけど、まだできないとは思うけどね。まあ、それができないから、いちいちそのケーブルで繋がなきゃいけない。ここにデータ入れなきゃいけない。めんどっち。でもね、このウェブカメラで撮ると、もうデータがパソコンの中に入ってる。それでアップロードすると、簡単。編集もしなくて。まあ、なんで編集しないか。めんどくさいから。うん。ということでね、ありがとう。あ、やべえ、もう一本撮んのやめた。喉が痛い。もう喉痛いからやめて。喉が痛くなるとね、今度喉が痛くなるとね、あの病気が出てきちゃう。そしたらね、休まなきゃいけなくなっちゃうから、みんなやめさせて。俺、最近さ、めんどくさがりやだから。まあ、30分喋っても僕の喋りよくおしまいだ。力尽きて、あ、マジでやられた。喉がやられてないけどね。今ので本当に使い切りました。ありがとうございました。では、またの動画で会いましょう。あ、おせえ、届かなかった。俺が録画ボタンを止めるパワーがなかったと思ったらパソコンうるさいのをここに耳当てたらって次回の動画で会いましょうね。バイバーイ。